はい、こんばんは。今日はですね、弘法大師空海についてですね、今回四国88箇所を巡ってきまして、弘法大師空海が最後にですね、いらっしゃるという高野山ですね、高野山行ってきましたので、高野山のですね、ところでですね、いろいろと読んだですね、書籍、弘法大師に関する書籍を紹介していきたいと思います。はい、ですね、弘法大師の人生ですが、まずはですね、お大師様のお誕生という生涯ですね、ご誕生のところから見ていきたいと思います。今からですね、およそ1200年の昔、奈良にあった都は衰え始め、一部の貴族たちだけが力を持ち、人々は暗く苦しい暮らしをしていました。そんな頃、高野山を開かれたお大師様が、讃岐の国、多度、郡、屏風ヶ浦、現在の香川県善通寺にお生まれになりました。お父様は佐伯与えた君、お母様は玉寄御前と言われる方で、お父様はその地の有力な豪族でした。ある夜のこと、お母様が眠っておられるとき、不思議な夢を見られました。青い空の向こうから紫の雲に乗ってインドの聖僧が現れ、日本の人々を幸せにするため立派な男の子を産みくださいと言われ、お母様の懐に入って行かれたのでした。この夢を見られてから12ヶ月後にお大師様はお生まれになりました。お大師様は小さな頃、魔王君と呼ばれ、心優しく大変賢い子供でした。5、6歳の頃は毎夜蓮の花の中に座って仏様たちと話す夢を見られ、ご自身で仏様とは大変ご縁があることを知っておられました。ですから魔王君は他の子供のように竹馬に乗ったり追いかけっこをしたりというような遊びはされず、いつも粘土で仏像を作り、小さな祠を建てて、その仏像を安置し、毎日朝夕拝んでおられました。日本の歴史が新しく変わっていく時代に、お大師様はこれから大変苦しい修行を積まれ、努力をされて、心より人々を救う尊い人生を歩んでいかれます。身を捨てての誓い。魔王君は7歳に成長された時には、すでに心の中に人間とは何であろうか、人間の行わなくなくてはならないことは、といった疑問を持たれ、そして考える日々をお過ごしになっていました。佐伯家の裏には、賀拝四山と呼ばれる山がそびえていますが、魔王君はこの山の山頂より遠くインドの空に向かって、聖僧を拝み、また人々が住む里の様子を眺め、瀬戸内海の美しい海と島々を見ながら考えを深めて、ますます仏の道を求めて行かなければと思うようになっていったのです。ある時、魔王君は賀拝四山の峰に立ち、私は将来仏の道に入り、仏の教えを広めて多くの苦しむ人々を救いたい。私にその資格があり、願いが叶うのであれば、私がこの道から身を投げた時に私の命を存続させてください。もしその資格がないならば、生きていても意味のない人生ですから、ここで命をお奪いくださいと誓われ、峰より谷底へ身を投げられました。この時、紫の雲とともにお釈迦様と天女が現れ、谷底へ落ちていく魔王君を天女が受け止めて救われたので、少しの怪我もされなかったのです。7歳にして行くべき道と仏の教えを広める決意を固められたのが、この写真請願でした。それはお大師様が自ら求められた最初の試練であり、また出発点でもあったのです。身を投げられた賀拝四山の峰は写真ヶ岳と呼ばれ、お大師様の尊い心の象徴として今なお多くの人々に拝まれています。ご出家。7歳から15歳まで魔王君はお生まれになった讃岐の国で勉強されていましたが、学問好きであった魔王君の優れた才能を見込んだ叔父の後の大谷は、都へ行って勉強することを勧められました。15歳の時のこと、魔王君は叔父に連れられて都に登ることになりました。都での魔王君の勉強ぶりは目を見張るものがあり、後の大谷について勉強に励まれ、18歳の時に大学に入られたのです。この大学は貴族の子弟のための高級管理養成の学校で、ここでは儒教を主として中国の古典である
孟子、社伝、尚書など教えていました。これらの学問はすべて立身出世の処世術を説くもので、世のためになり多くの人々を救うための学問ではなかったのです。これに気づいた毛義は大学を去り、出家して仏門に入る決心をしたのでした。当時僧侶となるためには国の試験があり、人々が勝手に僧侶になることは厳しく禁止されていました。毛義は国の保護を受けて勉強のできる国家公認の僧となる道に進まず、大学を中退して国禁を犯し、山野に分け入って苦行を連行する修行僧の生活を選んだのです。当時一族の人々は猛反対しました。立身出世こそが親孝行の第一である。出家して髪を切ることは親を捨て、親からもらったものを粗末にすることになり、最も親不幸なことだ。正式の僧にならず山の中に入って修行するなどもってのほか、などと散々言われたのです。しかし毛義はくじけませんでした。本当の親孝行は仏教の修行によって悟りを開き、両親の人間としての悩み苦しみを救うことであると確信しておられたからです。しかも救われるのは両親だけではありません。多くの人々がこの悟りによって救われるのです。毛義の決意は変わりませんでした。毛義はこの決意を三考四義という書物に書かれたのです。三考とは儒教、道教、仏教のことで、この三つの尊い教えのうち、誠に人間を救い世に幸福をもたらすのは仏教であることを理路整然と述べて、自分が出家した理由を明らかにしておられます。これは毛義24歳の時のことでした。この書は現在も高野山に国宝として残されてあり、その優れた文章には力強さと雄大さがあり、若き日のお大師様のあるがままの姿を伝えています。都を去った毛義は奈良の春日山にあった岩渕寺の瞑想金蔵大徳を訪ねて、ついに出家されたのでした。苦行時代、出家されたお大師様にあるお坊様が虚空蔵菩薩愚門寺の法という修行方法を教えてくださいました。虚空蔵菩薩の呪文を100万遍唱えることにより、虚空を蔵として全宇宙の富を我ものとする虚空蔵菩薩の福徳を得ることができるというものです。お大師様は各地の山や海辺を回ってこの法を修し続けました。阿波の大龍ヶ岳では険しい岩壁を何度も滑り落ちながらよじ登り、室戸の岬では嵐の中に身をさらし、冬には凍える手で霜を払って粗末な野草を積んで上をしのぎ、雪の中で野宿しなければならないこともたびたびあったのです。伊予の石槌山では断食の修練をし、吉野山では雪に振り込められて難儀されました。また夏の墨絵の熱い海岸を歩いている時のこと、たまたま美しい海女に出会い思わず心を動かされたこともありました。このように天空をやれとし、白雲をとばりとする生活の中で真っ黒に日焼けし、衣は破れて両肩があらわになる惨めな姿となり、訪れる村では子供たちが石を投げ、托鉢に立っても追い返されるばかりでした。しかしいかに惨めな姿となってもお大師様の仏道への志は衰えません。ある朝のこと、夜を徹して座禅しておられたお大師様の心は澄み当たり、目の前の世界が全く新しい光り輝いて見えました。一本の草、一本の露までが仏の命の中で輝いているのです。お大師様の口から唱えられる虚空蔵菩薩の真言は宇宙に満ち満ち響き合います。その時暁の明星は突然光を増してお大師様の口の中へ飛び込んできました。ついにお大師様は愚門寺の方を完全に自分のものとし、虚空蔵菩薩と一体となることができたのでした。ナウゴーアキャシアキャラバヤオンアリキャマリバリソワカ。
日東延暦23年804年お大師様31歳の時、桓武天皇より唐へ留学のお許しをいただき、7月6日遣唐大使藤原の門の麻呂の乗る遣唐第一船で出航されたのでした。第2船には伝教大師最澄が通訳の僧を伴って乗っておられました。出航して間もなく大暴雨風に見舞われ、各船はバラバラになり、1ヶ月も海をさまよった挙句、命からがら8月初めに福州長慶県石岩鎮というところに漂着しました。唐の都長安より700里も南にあり、県の役人は日本からの遣唐船であることを疑い、上陸を許してくれません。お大師様は藤原の大使に代わり、上陸の許可を願う手紙を書かれました。唐は文章と書道を尊ぶ国、お大師様の書かれた手紙は素晴らしい名文で、文字も美しく、県の役人は驚き、感心し、直ちに上陸を許し、長安へ報告しました。やがて長安よりお迎えの使者が来て、一行は月を仰いで宿舎を出、星に迎えられて次の宿に入るという強行軍の末、12月末に長安に入城しました。長安の都に入られたお大師様は、昇龍寺の経過歌唱のことを伝え聞かれたのです。歌唱はインドより伝わった密教を受け継がれ、三代の皇帝が死を尊んだ当代第一の構想でした。経過歌唱との出会い、お大師様はある日、意を決して経過歌唱を昇龍寺に訪問しました。すると驚いたことに、経過歌唱は微笑みながらこうおっしゃるではありませんか。私はあなたがやってくることを前から知っており、今か今かと待っていました。やっと来ましたね。私の寿命はもう長くありません。私が知っているすべてのことを伝え残したいと思っていましたが、今までふさわしい弟子がいませんでした。あなたこそその人です。早く準備をしなさい。お大師様は驚くと同時に大変喜ばれ、早速香や花を用意して6月上旬、大蔵会の館長に臨まれました。目隠ししてお大師様が大蔵曼荼羅に花を投げると、その花は誤たず中心の大日如来の上に落ちたのです。経過歌唱はこれを見て、ますます自分の目に狂いのなかったことを確信されました。7月に入って金剛会の館長団に入ったお大師様は再び花を投げ、再び大日如来を得ました。経過歌唱の驚きはいかばかりでありましょう。闇を除き一切を生かしてあまねく光り輝く大日如来。この変生の如来と結縁したものとして変生金剛という名前をお大師様に授けられました。金剛とは固く壊れないものを意味し、密教の勧奨を受けて阿舎利先生となった人に与えられる称号です。お大師様を信仰する人たちが南無大師変生金剛と唱えるのは、変生金剛という称号を授けられたお大師様に帰依南無するという意味なのです。経過歌唱は1004人の弟子を置いて、異国から来た一人の若き愚道者に一つの瓢の水を他の瓢に移し替えるように自分の持っているすべてを授けられたのでした。お大師様の日本における長い苦行と勉学がここに大きな実を結んだのです。時にお大師様は32歳でした。御筆話城、長安の帝の宮殿に三間の壁がありました。この壁には昔王羲之という人が字を書いたのですが、長い年月を経て破損していたので修理されることになりました。しかしそこへ字を書く適当な人がいません。常に日本から素晴らしい僧が来ているという噂を聞いていた帝はお大師様に字を書くことを命じました。お大師様は命令に従って書くことにしましたが、左右の手と両足に筆を取り、そして口にも筆を含まれ、五箇所に五行を同時に書かれたのです。帝をはじめ、これを見ていた臣下たちも大変驚きました。帝は非常に感心され、お大師様に御筆話城の名を授けられたのです。そして帝は、
お大師様に帝の先生としてずっと塔に留まるように言われたのです。しかしお大師様は、私が我が身の危険を承知で遠く大海を渡って唐の国に来たのは、仏教を日本に伝え、日本の多くの人々を救うためなのです。たとえ帝のご命令であっても、唐の国にとどまることは私の望むところではありません、とお断りになりました。帝はお大師様の言葉に再び感心され、あなたの言われることは誠に理にかなっていることです、無理にあなたをおとどめすることはできない、と言われ、お大師様が唐の国に来られた記念として菩提樹の実で作られた数珠一連を贈られました。今でもこの数珠は京都の当時に残り伝えられているということです。唐より帰国、お大師様に真言密教の法をすべて授けた慶覚和尚は、自身の命があまり長くないことを悟られ、お大師様に、この上は一日も早く日本へ帰り、国家のため、人々の幸福のために真言密教を広めてください、それが仏の恩に報い、私の教授に返礼することになるのです、と言われました。やがてお大師様入湯後1年目の12月15日、慶覚和尚はお亡くなりになりました。そして翌年3月、お大師様は2年余りの唐の留学を終えて日本へ帰られることになったのです。慶覚和尚に会うことができたのは幸せであり、誠に不思議な出会いであったと言えるでしょう。もし慶覚和尚が亡くなるのが1年早ければ、あるいはお大師様の日当が1年遅れていたならば、どうなっていたでしょうか。帰国の途中、民衆の浜にお立ちになったお大師様は、慶覚和尚より授かった三古書を、私が真言密教を広めるのにふさわしい位置にいたり、私にその場所を示してほしいと願われて、日本の方に向かって投げられました。不思議にもその三古書は紫の雲に包まれて東の空に飛び沿ったのです。民衆を出港して日本へと向かうお大師様の船は、またしても嵐に遭い、沈没の危機を迎えました。その時お大師様は帆柱を倒して、その柱に不動明王を刻まれ、嵐が静まるよう祈願されたのです。するとどうでしょう、嵐は収まり、海は嘘のように静まり返ったのでした。この不動様は舐め切り不動明王として、今も高野山に大切に伝えられています。即身成仏。即身成仏とは、人間が生きたその体のままで尊き仏になれるという真言宗独自の教えです。公認4年813年、嵯峨天皇はなんと6宗に、当時の新宗教である天台宗にお大師様の真言宗を加えて、各宗の教えの違いを聞かれました。お大師様以外の構想はすべて、成仏には長い年月、生まれ変わりに死に変わり修行した後、無限の未来において可能になると説いたのです。これに対してお大師様は、ただ一人、まず人間は自分の心を素直に知らなければならない、悩みや怒りに満った自分の心のもっと奥深いところに仏の心があることを知ることができれば、それが悟りである、それは人間の体と言葉と心を仏の体と言葉と心にまで高めることのできる真言密教の修行によってのみ可能である、人間が生きた体をそのままで仏になれるとはこのことです、と慶覚和尚より授かった教えに基づいて説かれてたのでした。ところが各宗の構想は、初めて聞く教えに疑問を持ち、宮中では大論争となりました。そこでお大師様は手に印を結び、口に御真言を唱え、心を集中して仏様の境地に入ると、身はたちまちにして金色の光明を放つ大日如来のお姿となられ、即身成仏を直ちにお示しになりました。天皇をはじめ各宗の高僧たちは、このお姿を見て壇を下って庭に降りて、お大師様を礼拝されたのでした。高野山の階層、日本には仏教を勉強するための寺院や学問僧は多いが、山林にこもって修行する僧侶は少ない。自分の弟子たちが人里離れた山の中で座禅し修行できる場所はないものだろうか。こう考えられたお大師様は、弟子たちが修行し民衆の幸福を祈る道場、そして
真言密教の浄土を建立すべき深山の霊地を求めて各地を歩かれたのです。大和の国奈良県まで来られた時のこと、黒と白の2匹の犬を連れたたくましい狩人に現れました。お大師様が狩人に真言密教の根本道場を建立する霊地を探していることを話されると、狩人はそれならばここより西の地に昼は紫の雲をたなびかせ、夜は不思議な光を放つ山があります。あの山こそあなたが求められている霊地ではないでしょうか。よろしければこの2匹の犬にあなたの道案内をさせましょうと言い残し姿が消えました。狩人は狩場明神と言われ、高野山の地主の神である二遊明神の一族だったのです。2匹の犬はお大師様を守り高野山へと導いていきました。お大師様はやがて周囲を8つの峰に囲まれた山の上の盆地にたどり着かれました。そこはあたかも八葉の花弁を持つ蓮の花のようなところでした。岩清水はこんこんと湧き出て川となり、巨木の間を縫って流れ、花が咲き乱れ、鳥が鳴き騒ぐ。これこそ私が求めていた場所だ。お大師様はそうつぶやかれたのです。公認7年816年7月、嵯峨天皇より高野山の地を賜り、高野山開創のお許しが出ると、早速に根本道場作りの工事が始まりました。伽藍を建立するために樹木を切られたとき、大きな松の木の枝に唐の民衆でお大師様が投げられた三古書がとどまり、光を放っているではありませんか。お大師様はそれを見て、ここ高野山が真言宗の修行道場として最もふさわしいであることを確信されたのです。三古書がとどまっていたといわれる松の木は三重堂の前に現在もあり、三古の松と呼ばれています。三古の松の葉は三本あって持っていると幸福になれると言い伝えられています。工房も筆の誤り。お大師様の活動は宗教面にとどまるものではありません。唐で学んでこられた最初の知識をもって文化の向上と民衆の幸福のために尽くされました。経過歌唱から授けられた曼荼羅や肖像画、宝具は日本画や工芸の発展に大変役立ちました。書道に関してはお大師様ご自身が嵯峨天皇、橘の早成とともに三筆と称えられるように天才ぶりを発揮し、唐から飛白体といった装飾的な書体を伝えたり、筆の製造法に関する手紙を残したりしておられます。またこんな話もあります。平安京応天門の額を書くようにと命ぜられた時のこと、書かれた後で点を打つのを忘れられたお大師様は下から筆を投げて見事にこれを補われたのです。このことは人々に工房も筆の誤りと語り継がれました。またお大師様が高尾山神護寺に住んでおられた時のこと、清滝川の対岸に寺があり、その寺に金剛成寺という寺号を考えられたのですが、川は洪水のために渡ることができなくなり、対岸の岩に額を立て、川を隔てて竹竿に筆を結んで書かれたのでした。このことは工房筆も選ばずのことわざになったのです。お大師様は特に草書体が得意でしたから、漢字を崩してひらがなを作り、いろは札として人々に教えました。これによって人々は漢文によらなくても文章が書けるようになり、日本の文化の発展に大変寄与されました。瀬戸内海に面する地方は中国山脈と四国山脈に挟まれて、気候は温暖ですが雨が少ないという特徴を持っています。したがって日照りに備えてのため池が各地にあります。お大師様の時代も農民の苦しみは同じです。打ち続く日照りに讃岐の国の人々は朝廷に大きなため池を作ることを願い出ました。朝廷は都から役人を派遣し、地方の役所と協力してため池を作る工事を始めました。しかし長い日照りに人々は疲れており、工事はなかなか進みません。たまりかねて人々は
再び朝廷に願い出たのでした。空海上人様に来ていただいてください。讃岐の者は上人様を父とも思い母とも慕っておりますゆえ、上人様が工事の長になってくだされば、人々はこぞって協力するでしょう、と。讃岐の人々のたっての願いによって、お大師様はこの大きなため池を作ることに携わることになりました。人々の喜びは大変なものでした。老若男女、こぞって一個の石、一本の木を運び合って、この工事に参加しました。そして、それまで何年もかかって完成できなかった工事が、わずか45日間で完成したのです。無論この工事のためにお大師様が唐で学ばれた最新の土木工事の知識が十分に生かされたことは言うまでもありません。このため池は万能池と呼ばれ、今も香川県の多くの田畑を潤しています。お大師様はこの万能池の他にも、大和の国の増田池の工事にも携わられ、力を振るわれました。雨乞い。天正元年824年のこと、長い日照りが続きました。この年は春から雨が少なかったのですが、梅雨に入っても少しも雨が降りません。池や沼は干上がってひび割れし、魚や貝の死骸が散らばっていました。田植えもできず、食料も底をついた人々は、京の都へ都へとあてもなく集まってきました。朝廷も事の重大さに気づき、偉いお坊さんを選んで雨乞いをさせることになりました。まず、西寺の守敏というお坊様に命じて、7日間の雨乞いの祈祷をさせましたが、一向に雨は降りません。豪雨に癒した朝廷は、当時におられたお大師様に雨乞いを命令しました。お大師様は、神前園というところに壇を設けて、雨を降らす竜王に祈りました。三日三晩、一心に祈られましたが、一滴の雨も降りません。不思議に思ってお大師様は神通言を持って日本の上空の竜を探されました。するとどうでしょう。西寺の守敏宗匠は朝廷の命令が自分からお大師様に変わったのを妬んで、一生懸命雨が降らないように全ての日本の竜を追っ払ってしまっているではありませんか。そこでお大師様は天竺インドの上空におられた禅女竜王に日本に雨を降らすようにお願いされました。お大師様がお祈りを始めてから7日目、雲一つない空に、突然雷鳴が轟きに、にわかに辺りは暗くなり、大粒の雨が降り出したではありませんか。ずぶ濡れになりながらお大師様は祈り続けました。禅女竜王様ありがとうございます。これで日本の人々も救われます。ありがとうございます。この熱い祈りに感ずるところがあったのか、神前園でお祈りする人々の前に禅女竜王様が突然現れました。天皇をはじめとする人々はひれ伏してその自由に感謝しました。この時現れた禅女竜王の姿を写し取った掛け軸が今も高野山に伝わり国宝となっています。民衆のための学校。平安時代は貴族の時代と言われるように、政治経済文化の担い手は貴族たちでした。したがって学校も貴族中心であり、一般民衆はなかなか学問をする機会に恵まれませんでした。そこでお大師様は身分の差がなく勉強できる民衆のための学校、手芸七院を京都当時の傍らに作られました。この学校は僧侶を養成するための学校ではありません。仏教のほかに儒教も道教も医学も天文学も学ぶことのできる総合大学でした。おまけに先生も生徒も宿舎付き、食事付き、授業料無料という理想的な学校でした。お大師様は貴族の間を回ってこの学校の維持基金を作ることに努力され、集まったお金で民衆のための学校を運営されました。いろはにほへとちりぬるを、若いうたれそつねならぬ。うぬの奥山家を越えて浅き夢見しえもせす。ご入場。お大師様は苦行と勉学の青春時代を送られた後、命がけで唐に渡り、幸いに経過過小に巡り合うことができ、真言密教のすべてを授けられました。日本に帰られた後はこの
密教による修法によって国家の平安を祈り続けてこられました。また唐で得られた新しい知識を使いこなして文学、美術、工芸、土木に輝かしい業績を残され、日本文化の母と呼ばれるにふさわしい活躍ぶりを示されました。ですが、国家的社会的名声を得ることがお大師様の目的だったのではありません。出家、日東へ、修法へとお大師様を駆り立ててきたのは、悩み苦しみ傷つきながら生きていかなければならない人間に対する熱い心でした。人々と共に悩み苦しみながら、お大師様はその悩み苦しみをいかにすれば除くことができるかを考え続け、求め続けられたのです。生まれ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 て、生の始めに暗く、死に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 て、死の終わりに暮らしと、お大師様はおっしゃいました。肉体は滅んでも、また魂は別の生物として生まれ変わり、無限の輪廻の中を生きていかなければなりません。この輪廻の中で未来永劫を苦しみ悩まねばならない人々、この人々を未来永劫を救うにはどうすればよいのか、お大師様は考え続けました。最後にお大師様は高野山に入場流進することによって、この救いを成し遂げようとなさるのです。お大師様は少しの木の実と水だけを取って長い座禅に入られました。わずかに開かれた目元にはかすかな微笑みをとどめ、引き結んだ口にはこの禅定によって未来作用を尽くすまで生き続けようという決意が現れておりました。お弟子様たちは言いつけ通り座禅されたままのお大師様を奥の院の岩屋の中に移されました。薄暗い岩屋の中はお大師様の発する光によって急に明るくなり、お弟子様たちはその神々しさに打たれ、ひれ伏し礼拝を繰り返しました。お大師様は即身成仏を完成し、新しい永遠の生命を得て、生きたままの姿で奥の院にとどまられたのです。この即身成仏の偉人力によって、あらゆる場所にあらゆる機会にご自分の姿を現し、悩める人の声を聞き、苦痛を和らげてあげることができるのです。時に上和2年835年3月21日、お大師様は62歳であられました。お大師様とともに、お大師様がご入場されてから86年後のことです。時の天皇醍醐天皇の夢枕にボロボロの衣をまとったお大師様が立たれ、鷹の山結ぶ庵に袖朽ちて、苔の下にぞ有明の月と歌を詠まれました。各地を回り人々を助ける旅の中で、方位はボロボロになってしまったのです。天皇は早速に新しい衣を用意され、勅使を還元僧正とともに高野山に遣わして、奥の院の御廟でお大師様のお髪を剃り、身を清め、衣を変えられました。この時お大師様は天皇より大師号を贈られたのでした。天皇より大師号を授けられた高僧は24人おられるのですが、その中でお大師様といえば弘法大師と言われるほど多くの人々に尊敬され慕われておられるのです。衣替えを終えられた還元僧正が御廟の端まで帰ってくると、後ろからどなたかが送ってくださっている気分が気配があります。橋の上で還元僧正が振り返ってみると、お大師様が合唱して送ってくださっているではありませんか。もったいないことを、私をここまで見送ってくださるとはありがたいことです、と思わず合唱すると、お大師様は、関係、私はあなただけを見送っているのではない、人間みんな本来持っている仏心、これが一番大事で尊いものであるから、私は一人一人の心を拝んでここまで送るのです、と言われました。これ以来、御廟にお参りする人々は、御廟の橋を渡り終えたところで振り返って見送ってくださるお大師様に合唱する習わいになっています。お大師様は、人皆仏の教えを自ら率先して示されているのです。本来、人間が
難しいものではありません。我々が合唱して、南無大師遍照金剛と唱えるとき、いつも心の中にお大師様のお顔やお姿を思い浮かべているでしょう。この瞬間、お大師様は、高野山奥の院より出て、我々の心の中に住まわれるのです。奥の院は、高野山上にあるだけではありません。お大師様を念ずる人の胸の奥にこそ、お大師様はいらっしゃるのであり、その心こそが真の奥の院なのです。また翻って、我々の胸の内なるお大師様に恥じない生活をし、お大師様の御教えをこの世に広め、お大師様の衆生サイドのお手伝いをすること、このことが本当の我々の命を生かすことなのです。お大師様に拝まれ、お大師様を胸に抱き、お大師様と共に生きる、これを同行二人と言います。お大師様といつも二人、お大師様と同じ道を行く喜びを分かち合おうではありませんか。お寺の一棟、お大師様が奥の院に入場されてからおよそ200年ほど経った頃、泉の国の横山村にお寺という娘が粗末な小屋に一人で住んでいました。捨て子であったお寺は、牧尾山の観音様を信心する心優しい夫婦に拾われて育てられたのですが、3年前に母が最近になって父が亡くなり、一人きりになってしまったのです。お寺は望んで両親のお墓の近くに住み、両親が生きていた頃の楽しかったことを思い出しては、何かご恩返しをしなければと思っていました。そんなある日のこと、牧尾山へお参りしての帰り道で、旅人から堺の長者が高野山へ1万基の灯籠を奉納することを聞きました。お寺は育ててくれた両親のために、せめて一棟だけでも奉納できればと思いましたが、そんなお金があるはずはありません。しばらくしたある秋の日のことです。黒髪がお金になることを聞き、お寺は一晩考え、明くる朝両親の墓の前で長く美しい黒髪を切って売ることにしました。黒髪を売ったお寺はお金を持って高野山へと向かいましたが、女人禁制のために山へ上がることができません。途方に暮れているとき、円蔵法という高野山のお坊さんと巡り合い、お寺の心の内を聞いた円蔵法は、高野山へ検討できるように力添えをしてくれました。やがて堺の長者の1万基の灯籠が奉納される日のこと、長者の灯籠より一段上に一つの小さな灯籠が備えられていました。これを見た長者は、みすぼらしい灯籠が上にあることが気に入らず、取り除こうとしたのです。その時5秒より一陣の風が吹き、満灯がすべて消えてしまいました。ただ、お寺の奉納した小さな灯籠は消えずに、明るく輝いているのです。亡き両親を弔い、人を恨まず、貧しくても心豊かに生きてきたお寺の真心のこもった灯籠は、権力よりもお金よりも強いことをお大師様は示してくださったのです。願いのかなったお寺は、尼になることを望み、高野山のふもとで、いおりを結んで住むようになりました。それから3年、松庵尼となったお寺は、くしくも実の父親と出会うことができたのです。貧しくとも真実の光明は、誰の心にも明るく輝くことを語る、お寺の一棟は今日も奥の院で輝き続けています。ある出会い。あれは昭和21年の秋のことでした。まだまだ終戦の混乱が抜けることのできない頃で、高野山もあまりお参りの方はありませんでした。私は南方に出征して、無事に生きながらえて帰国できたものですから、そのお礼に上がってきました。午後11時頃、急に奥の院に行きたくなって、一人宿坊を出て、奥の院に向かいました。下駄履きでしたから、足元に注意しながら行きました。何しろ真っ暗闇です。高い老杉の中から突然鳥の鳴き声がして、肝を潰しました。両側の小さな赤いよだれかけをした石仏も、昼間と違って異様な感じがします。中野橋を経て、芭蕉の櫛の前を通り過ぎたとき、国民服を着、ゲートルを巻いたとても大きな人が前を行くのを見かけました。寂しさのあまり、今何時ですかと大きな声で聞きましたが、返事もなく足早に歩いて行きます。追いついて一緒にお参りしたいと思い、こちらも急いで追いつこうとしましたが、暗闇の中でいつの間にか姿が見えなくなりました。気味悪く思いながらも奥の院まで行き、無事帰国を感謝してお参りを済ませました。そして、未病の橋のところで、
後ろに人の気配がして振り返ると、さっきの国民服の大きな人が合掌してこちらを向いて立っているではありませんか。お大師様も今戦地から帰られたのだと私はその時思いました。体中に熱いものがみなぎり、涙が止めどなく流れ、固く合掌して私はいつまでもいつまでもそこに立ち止まっていました。ある福音軍人の思い出。はい、ということでですね、今回は弘法大師のですね、人生を紹介していきました。お遍路をするとですね、各地にですね、弘法大師の伝説、まあ、お寺のですね、石碑とかに書いてるんですけど、やっぱりですね、一通りこう大まかなところを流れを把握しておいた方がですね、その88巡っててもですね、こうそういうふうな石にですね、石碑に刻まれたことを読むときにも頭に入るかなと思うので、大まかなところですね、把握するといいかなと思います。はい、ということで今日は弘法大師の生涯についてでした。